こんにちは、高井路です、今回はですね、TIFA と呼ばれるフォトコンテストで、先日、金賞を受賞したんですけど、その振り返り動画になります。で、このコンテストはですね、結構 SNS で写真家を名乗ってる人たちがこぞって応募するコンテストっていうイメージが自分の中ではあるんですけど、まあそうですね、結構 SNS 界隈では飛んでるワードなのかなと、飛んでるフォトコンテストの名前なのかなと思ってます。まあね、そこをですね、ちょっともうちょっと深掘りして分かりやすく説明しつつ、自分がどういう賞を受賞したのかっていうのをお話しできたらなと思ってます。あとは振り返り動画になりますので、まあなんだろうな、どういう観点、どういうニュアンスだからここまで賞を取れたとかっていう分析もね、ちょっとやっていけたらなと思ってます。で、早速なんですけど、 TIFA っていうフォトコンテストってそもそも何よっていう話になるので、ちょっと図を作ったのでそれを通じて説明したいと思います。 TIFA と呼ばれるフォトコンテストはですね、ルーシー財団と呼ばれる団体が主催するフォトコンテストの、一つです。で、その中で一番大きな位置づけとしてあるのは、一番上の IPA と呼ばれるインターナショナルフォトグラフィーアワードっていうコンテストですねがありますと。で、これはどういう位置づけかっていうと、もともとルーシー財団っていうのはですね、写真界のアカデミー賞っていう位置づけでルーシー賞というものをですね、設けてる団体になるんですけど、そこが主催してるコンテストの一つっていう位置づけですね。で、歴史はどんぐらいだっけな、2007年11年3年、まあそれなりに歴史10年以上あるんじゃないかな、10年以上は歴史があるコンテストで、まあそれをやっていくうちにですね、まあもともとその IPA と呼ばれるのはアメリカのニューヨークで主催しているコンテストになるので、まあ、それにちなんだコンテストを、PX3、TIFA、MIFA、BIFA っていう形で、まあいろんなところでね、主催するっていうコンテストもやろうよっていうので、まあスピンオフ的なコンテストがいろいろ出てきましたと。で、自分が今回入賞したのは、この黄色に囲んでる TIFA と呼ばれる東京主催の東京インターナショナルフォトアワードと呼ばれるコンテストですね。こちらの方で受賞しました。過去自分はどこのコンテストを他に出してきたのっていうとですね、この一番上の IPA と呼ばれるコンテストにも実は応募して結果を出してきました。ちょっとそこもお見せできたらなと思ってます。これは TIFA のページなんですけど、IPA がこちらになります。自分はですね、2022年に、プロフェッショナル部門の、夜景カテゴリーで、世界3位、サードプレイスっていう形で受賞してます。こうやってね、いろんなカテゴリーがあるんですけど、その中の、スペシャルカテゴリーの、サブカテゴリーが夜景っていうところですね、の方でサードプレイスで入りました。ここら辺がネイチャーですね。はい。自分のあったこれですね。ここに僕の作品があります。で、まあこれを飛んでいくとですね、ちょっとこれ以上は拡大はできるか、青池の、ライトアップの景色を夜景部門という形で出しました。まあ状況としては、そうですね、湖面が凍る前の直前の青池で雪がすごい時にライトアップをうまくこうタイミング合わせて撮ったっていうのがこの1枚ですね。あとはストロボで、上に向けて焚いてますね。まあそういったちょっと場面を分析していろいろテクニックを駆使しながら撮ったっていう1枚が、この写真になるかなと思ってます。で、お前プロフェッショナル部門でなんで出してんだっていう話になるんですけど、自分は将来、本業でやりたいっていうのがまず一つ理由としてあるのと、もう一個は、それに向けた活動の中の一つとして、まあ、お金が発生する形での撮影依頼だったりとかが、年々増えてってるので、まあ、アマチュアっていうよりかは将来見据えてプロフェッショナルでっていう形で出してます。はい。で、これが IPA ですね。それのスピンオフっていう位置づけなので、まあ、TIFA も同じような感じでありますと。こんな感じですね。はい。結構いろいろ、わーってあるんですけど、これプロフェッショナル部門なんですけど、この中のネイチャーで、あ、これですね。はい。
ネイチャー部門のゴールドっていう位置づけで入りました。こんな感じで、もう被写体はですね、水没林という形で選定をして、でテーマはその水没林にまつわる共存共栄という形の世界観を伝えたかったので、それをテーマにしてですね、キャプション書いて提出しました。で今回は、ネイチャーカテゴリーの中のサブカテゴリーツリーっていうところのウィーナーになってます。でその中で金賞という形で受賞してます。あとは同時にですね、ジュリートップ5セレクションっていうのの中、要は審査員特別賞っていうのも同時に受賞してますという感じになります。はい、こんな感じのコンテストですね。ぶっちゃけ今見てて分かったと思うんですけど、枚数多くねっていうふうに思われると思うんですよね。まあいろんなカテゴリーの中でいろんな賞があるからっていうのもあるんですけど、今回僕が取ったゴールドってぶっちゃけどんぐらいなのっていうところで、ちょっとそれもね、図説にして出しました。今回僕はこのゴールドっていう位置づけで受賞したんですけど、これ全体見るとですね、ゴールドってカテゴリーで部門賞っていう位置づけで考えるんだったら、間違いなくこのファーストプレイスがカテゴリー1位です。カテゴリーの世界1位っていう位置づけで、セカンドプレイスっていうのが2位ですね。で IPA のさっき見て分かったと思うんですけど、 IPA でサードプレイスってあったのに、TIFA とか他の PX3 MIFA BIFA とかには、サードプレイスないよね、どういうことってなるんですけど、これ個人的な見解ですけど、おそらくサードプレイスをゴールド、シルバー、ブロンズっていう形で受賞者を増やすっていう意味で受賞の種類を増やしてるのかなと。でホーノブルメンションっていうのが一番下で佳作ですね。でこれの受賞者もめちゃめちゃ多いんですよ。あのツイッターかなんかで TIFA ってTIFA フォトコンテストで検索するとですね、だいたいここら辺のゴールドから、ホーノブルメンションまで受賞しましたっていう報告をしてる人が多いのかなと思ってます。でややこしいのはですね、プロフェッショナル部門もありつつアマチュア部門もあるんですよ実は。なので、同じ例えばネイチャーってカテゴリーを見てもですね、ゴールドって一区切りで言ってしまうと、シンプルに20人ぐらいいるんですよ。ネイチャーでゴールド取りましたって言ったら多分ね20人ぐらい、まあカテゴリーごとには分かれるんですけど20人ぐらい最低出てくるはずなので、結構ね、ゴールドって上位賞でもないし、まあ下の方でもないと、結構微妙な位置かなって個人的には思ってます。狙うならやっぱファーストプレイス、セカンドプレイスなんですよね。でその中で、ファーストプレイスに残って初めてこの一番上のですね、フォトグラファーオブザイヤーっていうところに選考の場に立てるっていう位置づけになるので、やっぱりこうね、どこを目指して賞受賞を狙っていくのかっていうのを考えていかないといけないのかなと思ってます。こう勘違いが多いのが、ゴールドを受賞して世界1位取りましたとかって言ってる人がこう見受けられるんですけど、こうやって整理していくとですね、全然世界1位でも何でもないんですね。サードプレイスの上の方だよねっていうのがシンプルにわかるので、そこちょっと履き違えない方がいいのかなと思ってます。もし今後上位賞取るんだったらね。で自分はですね、今回カテゴリー、ネイチャーカテゴリーのファーストプレイスを狙ってたので、まあゴールドと審査員特別賞受賞ってなった時にはまあ嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、まあ本望ではないよなっていうのが今回の結果かなと思ってます。で、そうね、じゃあ具体的にどういう作品の受賞が上位に多いかっていうのもちょっと見ていきましょうか。例えばこれプロフェッショナル部門のフォトグラファーオブザイヤーの方なんですけど、ファインアートっていう位置づけの中のランドスケープ、サブカテゴリーランドスケープっていうので、出してますね。で、このコンテストは組写真でも単写真でも出せるんですよ。で自分もさっきお見せした通り組で出したっていうのもあって、単写真でも勝負できるんですけど、圧倒的にですね上位はやっぱ組写真が多いです。でなぜなら、こんな感じだよね、組写真が多いと。で、これがアマチュアのフォトグラファーオブザイヤーですね。でこの方もやっぱ組写真で出してると。あ、表示されね。で、さらにですね、もっと深掘りしていくと、プロフェッショナル部門のネイチャー部門で、ファーストプレイス取った人、まあ僕より上の賞を取った人っていうところでいくと、この方がファーストプレイスなんですけど、この方も、組写真で出してますと。
これがセカンドプレイスですね、ネイチャーの。でこの方も、複数枚で出してますと。で、この方はですね、僕と同率のゴールドっていう位置づけではあるんですけど、結構キャプション書いた上で組で出してる。うん、ゴールドですらやっぱ組だよねっていうところ。なんなら 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚、10枚出してますね。マックス10枚出せるんで、10枚フルフルで出してますっていう組ですね。で、僕の場合もですね、そんな枚数ねえよ、枚数ねえよってわけじゃないんですけど、伝えたいテーマに対して適切な枚数ってやっぱ存在はするのと、あとは組写真の難しいところはですね、やっぱパワーバランスを考えた上で出さないといけないっていうところもあって、まあ、僕は4枚で、ちょうどパワーバランスがいいかなと思って出しました。7割がこの写真でパワーを占めて、残りの3割は1枚ずつ組んでいくっていう感じです。なのでトリガーはやっぱこの写真なんですよ。この写真を見た上で、あ、水没林をモチーフにしてこの人は撮ってんだっていうところで、タイトルは幻の森っていう形で出してるんですけど、ああ幻の森と、でキャプション読んでいくと、ふんふんふんと、期間限定の水没林であり、なおかつその周りには動物あったりとか、人間たちが営みを囲っているという感じで出してるんですよね。まあ共存共栄だよねっていうのが、まあ、ここで言いたかった部分なんですけど、まあそれをねこう見ていくとですね、水没林確かにそうだね、2枚目は水没してるねと、違った形でこの要は1枚目を保管する形でね、あの234ってつけてる感じですね。で、3枚目にはあの近くに住むですね、鳥ですね。あんまりいいイメージがない鳥ではあるんですけど、まあその鳥たちがですね、この期間限定の水没林にあの巣を作って、シーズンを迎えるっていう感じの営みだったりとか、あとはここはですね、結構カヌーを漕ぐ人が多いので、水没林になるとですね、あのカヌーを漕いでる人の様子も撮ったりとかをしましたっていう感じです。なのでまあこういった感じの組み合わせで出してますっていうのが今回僕が出した、コンテストの受賞作品の位置づけですね。なので、そうですね、何が言いたいかっていうとですね、やっぱりこう単写真と組写真どっちでもいいよっていうコンテストになるので、どっちがあの訴求力強いってやると、やっぱ組で出せると強いんですよね。もちろんですね、1枚で完結した方がいい写真っていうのもあるんですけど、何かこう細かいことを伝えるってなった時に、たくさん資料があって説明するのってと、1枚で端的に説明するのって、多分どっちがいいとかっていうのはもちろんあるんですね。ただ何を伝えたいかによってそれって分かれるのかなって思ってて、僕は結構ツイッターとかによくあるね、あのツイッター構文じゃないですけど、何々の景色が美しかったとかって、そういう感想っていうよりかはもっと深いレベルで感想を持って写真撮ってるタイプなんで、まあ一枚じゃしんどいなっていう感じなんですよね。なので、複数枚で組んで出す。ただ組みすぎてもちょっと雑音になるな、似たような写真になるなっていうのもあるので、そこはね、あの10枚出していいよって言われたから10枚出すのがベストかっていうと、そうじゃないなとは個人的には思ってます。難しいところですね、あの組写真の。まとめるとですね、この TIFA っていうフォトコンテストにおいては、複数枚の写真の作品がですね上位に来るっていうのが、まあ今お見せした上位賞を見てるとですね、傾向としてあるかなと思ってます。あとは結構なんだろうな、難しいことをね伝えようとしてるっていう部分もあるので、あのやっぱ1枚じゃ伝えられない、複数枚並べて伝えるっていうところが、傾向としてありましたね。なかなかね、プロフェッショナル部門とアマチュア部門でいろいろ傾向とか分かれてはくるんですけど、やっぱりプロフェッショナルの部門で出すってなると、いろいろ高度なこと求められるかなと思ってやってました。はい、以上が、今回入賞した、TIFA というフォトコンテストの振り返り動画になります。もし何かこうこのフォトコンテストもそうなんですけど、何か聞きたいことがあったりとか、これってどうなのよお前の視点でっていうのはありましたらですね、ぜひあの YouTube のコメント欄にですね、あの書いていただけるとすごい、喜びますので、あのぜひコメント残していただければなと思います。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。